吉江さん、南の帝王でね、こういうセリフもいつものことですよね。例えばお金を借りた人がね、万田銀次郎が取り立ててくるんですよ。で、金利も払えない状態になった時に、だったら元本回収させてもらいますわみたいな感じで言われるんですよね。そしたら銀ちゃん、それは殺生やがなとか言ってね、で周りの人がまあ鬼とか言うんですよね。借金取り鬼みたいな感じ でかわいそうになーっていうやったら、まあ万田銀次郎がね、何がかわいそうなんや、金を貸して返してもらえん方がよっぽどかわいそうや当たり前のこと言うんですよね。なんか確かにね、万田銀次郎さんがお金貸すじゃないですか。で、金利どころか元金も返してもらえなくって、返してくれよ今日返済日だろって言ったら鬼とか言われてね、悪口言われてこれね、すごくね、私ね、すごく好きなシーンなんですよ笑っちゃいますよね。なんか動画で笑うのね、これだけ笑うの私もね珍しいんですけども、何がかわいそうなんや、金貸して返してもらえようがよっぽどかわいそうや本当そうですよね。吉谷さんのね姿と被るんですよ。だから信用してお金貸して返してもらおうかと思ったらね、とんずらこかれてるみたいなね。これがまあマトリックスアフィレートっていうやつのツケでしょうかね、やっぱりねいや本当に笑えるなと思うんですけども、あともう一つね、すごく南の帝王で面白いエピソードがあって、それはまたね、もう吉谷さんだったらあるあるみたいな感じなんでしょうけども、何ですかね、金利が高すぎて返せないんですわみたいな感じで相談に来る、そういったね、まあ、登場人物に対して万田銀次郎さんがね、何を言っとるんやって、わしはあんたに借りてくれなんて一度も頼んだことないでこれも本当そうですよね。万田銀次郎さんが小売貸しですよって言って広告を出したりね、集客したってことは多分ないと思うんですよ。どちらかというとお金に困った人が調べに調べ上げて汗水垂らして万田銀次郎さんの存在を知って、そしてあれですよね、万田藩頼んますわ、この100万がないとうち首くくる羽目になりますわとか言ってね、で頼まれて頼まれて、公平100やとか言ってからねありがとうございますみたいな感じで借りていくんですよね。だからこれね、だから私単純比較ができないんですけども、YouTube とかね、インターネットでいわゆる詐欺にかかる人っているじゃないですか。これによく似てるなと思うんですよ。誰一人ね、販売者の方ってお金を持ってる人のところに行ってね、でこれ買ってください、あれ買ってくださいってセールスしてないんですよね。ただ動画で、いやこれすごいシステムですね、こんなに儲かるんですか、なるほど、じゃあちょっと普通の人でも儲かるんじゃないですか、そんなに儲かるんですかって話をなんか延々としてるだけで、興味のある方はここね LINE の登録してくださいって言ったら、まあ登録してそこでセールスがガンガン来て買うみたいなね。考えてみれば、そのインターネットの中でいろんなね、詐欺とか投資案件とかハイプとかポンジスキームってあると思いますけども、誰一人ね、誰一人お客さんに対してこれ買ってくださいよってお願いしてる人っていないんですよね。どちらかというと購入者の方が、あと3日で販売終了する、どうしようかな、あと1日だ、あと2時間だ、大丈夫かな、間に合うかな、大丈夫か、帰るか帰るか帰るか、帰った、よかった、ありがとうございますみたいな感じですよね。不思議ですよね。万田銀次郎さんの、いわゆるビジネスと被るんですよね。好き好んで探し当ててクリックを繰り返して入金をして詐欺だとか言うわけでしょ。ちょっと待てと、わしは一度だってあんたに買うてくれなんて頼んだ覚えはありませんでとか言われてね、万田銀次郎さん扮するネットビジネスのなんかね、商材屋さんが言いそうですけどね。でも私はね、そういうふうに開き直るんじゃなくて、やっぱりご購入いただきたいと、お金をお支払いいただいたっていうその責任感から、発信者の方とか販売者の方ってやっぱり強い責任があると思うんですよね。だからその責任をどこまで果たせるかってことで、私は吉谷さんをはじめ多くの方が競争すると思います。責任を取るという、腹をくくるということでね。じゃあその責任の取り方は何かっていうと、やっぱ逃げないってことでしょうね。毎日のようにこうやって動画更新して、必要とあれば会うし、まあ、電話も出るし、メールの返事はすぐするしみたいな感じで、とにかく逃げないこと。どうやったらご期待いただいたね、ご信頼いただいた購入者さんの希望に沿うことができるか、徹底的に付き合うことだと思うんですよ。おそらく購入した人の方が先に値を上げるでしょうね、きっとね。
頑張りが足りなくて、あ、まあ儲からないとかね、お金にならないとか、そんなに儲かんなかったみたいな感じでね。で、私強く申し上げたいんですけども、いつ頃までに稼ぐつもりで商品買ったのかってことなんですよ。それこそね、買ったその日から稼げるってことはめったにないんですよ。まずは不得意分野を攻略して、例えばこういうことを言う人がいるんですよ。あの、私はパソコン初心者です、稼げますかみたいな感じでね。私はパソコンの初心者でも稼げると思います。でも初心者のままじゃダメです。もし稼ぎたいと思うなら、やっぱりね、インターネットのビジネスするんだったらパソコン得意にならなくちゃダメですよ。得意って言っても難しいね、表計算ソフトを使えってことではないです。ワードを使いこなせってことでも何でもないですね。それこそ難しい動画編集なんてしなくていいんですよ。ただ集客して教育して販売するだけ。これはね、別にインターネットなくたってできるんですけども、ただインターネットの向こうの人に物を売るんだったら、パソコンでタイピングできないといけないですからね、うん、だからそのタイピングすらできなくって、あの、情弱だとかね、情弱を騙したとか言うんだったら、いや、情報弱者はお金稼げないですから、やっぱり情報をね、強くなっていかないといけない。そのために学習して練習して学習して練習してだと思うんですよ。で、もともとそのね、学習と練習が十分できてる人はその日から稼げると思います。でもほとんどの人は今までやらなかったことがこれからやろうとすることの足も引っ張るわけなんですよ。ということでね、今までやらなかったことがある人がパソコン初心者というなら、じゃあこれからやっていきましょう。そしてパソコン上級者になっていきましょう。そしたら必ず稼げます。 YouTube もね、動画の100本200本撮ったくらいじゃ、これは YouTube の初心者ですよ。1000本2000本1万本撮って、まあ稼げるようになるんじゃないですかね。論による証拠、私は吉谷さんっていうのはこの1万本をね、突破する前からその数百本とかね、もう全然稼げてますから。だからまずね、工夫しながら動画を撮ってどんどん行動していく、アップロードしていくっていうところ、せめてそのぐらいやらないとなんともならないんじゃないかなと思いますよね、うん、ということでね、初心者でも稼げますの秘密はというタイトルでお送りしました。ありがとうございました。